はい、お願いします。はい、こういうのも今日やろうと思ったんですけど、あまりこういうこと言うのはあるかなと思って冗談ですけれど、今日はですね、皆さん楽しんでると思うんですが、すごいたくさん反応したらスピーカーってすごい嬉しいので、ゲラゲラでお願いします。はい、そういう感じですよ。皆さん、やっぱり楽しんでますか？すごいじゃん。僕も楽しんでます。で、今日話したいのは5分で分かるニュースデイイベント運営のコツということで、これもある意味ニュースの話かなと思ってます。左側の出身です。はい、で、私は福祉にいまして、福祉だから福祉でやってまして、好きなカメラだったりとかで、好きなスーツアクターは高山さんで、この人ですね。で、会社サロシーというんです。これドハンバーンってやって、これ伊藤さんなんですけど、これちょっと時ドハンってバーンいや、10月5日から考えられたらいいなと思ってますので、皆さんぜひ読んでみてください。で、会社ではですね、解散センターというところと人材支援センターやってまして、主にイベントをやってます。で、こういう感じで、SP イメージの感じで、知ってられるものなんですけど、あまり実は怖くないので、怖くないですよと話をしたかったです。はい、で、福祉ブログやってまして、いろんな会社とかやってるんですけど、皆さんね、福祉エンジニアのサイト見たと思うんで、下の方行くとスポンサーリスト出てると思うんですが、これは見て、はい、わー、俺だ。はい、実はですね、後ろ全部で企業スポンサーになりました。なんと10万円安い年間かかったなと思って、なんか個人スポンサーだと、福祉パワーもらえるらしいと思って、すげえいいなと思って、1枚欲しいと思って、俺10万出したから、なんか10個ぐらいもらえるかなと思って、ユースケ部さんに聞いたんですけど、どんなやつ聞いて、無理って言われて、10万出したから、なんか個人スポンサーが登録しそうなんですいませんとか言われて、なんかマジレスしかしてないなと思って、マジレスかなみたいな、そんな感じだったんですけど、今日できて話したいことは、こういう話をしたいので、そのイベント、で、僕は会社でいろんなイベントやってるんですけど、こういう子供たち来たりとか、あと、社内でエンジニアに表彰するやつ企画とかやったりとか、あと、この間、見たことあるんですけど、なんか言われたんですけど、こういう自分でモニングをするような企画をしたりとかやってます。で、あとは、うちの会社のカンファレンスの企画とか運営やったりとかして、あと、薬師だと、これ実は僕もやったこと昔あって、2010年とか、結構ちっちゃく、今の半分くらいですかね。で、2011年やって、ちょっと人増えて、で、これ東大でやった時は800とか900とかあって、で、去年やったのは1100人とか来て、小さいものが大きいものまでやってて、実際にマジ楽しいっていう感じです。で、何楽しいかというと、イベントドリブンで開発いろいろ進んだりとか、なんか、みんながすごく、なんか、僕のインターネットライフがなぜか良くなったんですけど、すごい。あと、エンジニアが切磋琢磨したりしているらしい。ちょっとよくわかんないですけど、で、ブレイマーの部分が来たんですけど、イベントドリブンやったことある人はどれくらいいますか？あ、結構いますね。大変ですよね。で、今日はですね、これからイベント運営でやってみようという方にお伝えしたいことで、ここや不思議なので伝えたいこととしては、これ手に取りに行ったら There's more than a way to do it、 これパールの話なんですけど、やり方一つじゃないっていう、書き方一つじゃないみたいな、そういう話がパールにはあります。なのでイベントを勝つだけ運営のやり方って、やって あっていいと思うんですね。で、ただしかし覚えておくべきポイントってあって、それをちょっと今日は紹介したいと思います。で、会場を話す人、聞く人いれば、これだけで実はイベント自体成立します。で、運営することとしては、会場手配と、話す人と聞く人への告知をすれば、大体できます。ただ、オプションというのは山ほどあって、懇親会どうしようとか、エントリーどうしようとか、写真どうやってやろうとか、なんかいろいろあるんですけど、一旦忘れて、じゃあ、どんなイベントどんなんだろうって言ったら、どこに行けば分かんないとか、誰に聞いたら何が分かんないとか、会場調査に来るとか、画面見えないとか、参加者すごい寒いとか、遅刻者めっちゃ多いとか、終わった後、名前なんか誰も来る会とかやるとか、そういうのも結構寒いので、運営者に心得てほしいのは、一人頑張りすぎないっていうのをまず言いたいです。で、女房役見つけるということで、ほら、マスター、いろいろ準備しましょうって言って、準備8割なんで、これすぐ頑張りましょう。で、時間がなくなってきた。明確にレスポンスを早くしよう。もうこれ連絡先やってるのにいっぱいやりましょうというのと、情報が分かりやすくまとめましょうというのと、あとネガティブに向き合う。ネガティブに向き合うというのは、何もしないと文句ばっかり言う人が多いので、それで、結果的には参加者的には、もっと良くしたいという話なので、そこは頑張りましょう。で、
役に立てるか頑張ろうってこちらの招待ですで、いいイベントじゃないかというとこういう感じのやつでそんなに分かったらやると思ったらあんた一緒終わりですよ。ありがとうございました。